はい、ということでですね、こちらは競馬占いのパート2ということでですね、今回の占いはですね、はい、ホープフルステークスということで、中央最後の、そうです、ね、とうとう最後になりました皆さん、ね、すぐ始まるんです、はいね、そうなんですよ、なので、ね、はい、ちょっと名残惜しい感じはしますが、まあ、最後の占いになってしまいます皆様、地方がありますので、はい、しばらくリオンさんの声聞けないですよ、なので、ね、たっぷり聞いてほしいかなというふうに思いますので、はい、そのセカンドパート2の方の動画も一生懸命頑張ってやっていこうと思います、ね、こちらは、ね、はい、パート2なので、はい、パート1を見てからじゃなきゃ、そうですね、一応ねパート1パート1で良かったよっていうのはもう上げておりますので、ぜひねパート1の方もしっかりしっかり見てからねパート2の方に進んでほしいかなと思いますので、はい、皆様、はい、よろしくお願いいたします。ではパート2の方、はい、はい、9番タリフライン、鞍上はマーク&騎手で、前走は新馬戦で1着です。はい、面白いのはね、タリフライン、どこで切ったらいいのかちょっと、タリフライン、タリフラインなのか、タリフライン、タリフラインなのか、タリフラインかもしれないね、フラインできるのかタリフできるのかっていう、そう難しいよ ね、どういう意味があるのか。ちなみに母タリなんて、あ、じゃあタリさんだ、タリフラインだわ、タリフラインだだね、すごいね、なんかタリさんだ、タリさんっていう感じです。タリフラインを見てきますね、馬の状態を。はい、 Listen to your true feelings というカードが出てきました。ちょっとね、よその馬がものすごく気になっている馬ですね。どっちかというとなんかすぐ比べたがるような馬、なんかどうせ私のこと見てないでしょ、どうせ僕のこと見てないでしょ、だけど僕のこと見てじゃないけど、絶対負けたくないから僕はあの子よりもねうまく走るんだとかね、そういう気持ちでいるような感じの大馬さんです。これ女の子、男の子、男の子が、じゃあそうだ、あの負けたくないぞっていうような、すごくアンテナを今ね張り巡らしてます、そわそわしてる感じだからね、いいのか悪いのかちょっと集中力にはちょっとないかなと思ったりしないでもないですね。あと比べたがり、なんか違うことが嫌いな感じ、よその馬がすごくアンテナがもうピクピク動いてる感じかな。あー、はい、ビリーブというカードが出てきました。ジョッキの方もちょっとね日渡ってねるカードなんですけど、ごちゃごちゃしそう、迷走しそうっていうのが、ゴールが見えなさそう、うん、なんかねこのカードで2枚とも特徴があってすごく似てるんですけど、ね、あのここの木、後ろの木を見てください、注目してください、後ろの木がごちゃごちゃしてるじゃないですか、そのと同じ、ここもねなんかもうぐちゃぐちゃしてるんですよ、この砂が、なんか迷路のようにね、うん、それが印象的なので、ちょっと出てこれないんじゃないかなっていうのがありますね。この馬はマーカンドさんの方は今回ね夫婦でね、出場ということですごいです ね、なんですけど、ちょっと心配かなっていうのが、そう出てこれないんじゃないかなっていうのが感じがしますね。はい、勝負の方見てきますね。これさ、どうなんだ、奥さんが前走っててさ、僅差の場合ってどうなんだろうね、こういう時って、ね、いつもそういうこと考えちゃうんですけど私は。でもね、リメインポジティブのカードが出てるので、勝負の方はそんなに悪くないでしょ。これからどんどんポジティブに良くなっていく、良い方向に変わっていくよというのが印象的な感じなんですね。なのでね、勝負の方は悪くない。ただね、馬の方がちょっとナーバスなのかなっていうのが、繊細な馬です、とても。なので、あとジョッキの方がちょっと出てこれるかどうかっていうのが、なんかね、心も頭の中もごちゃごちゃ。なんかいろんなこと考えてるのかな、いろんなことやらなきゃいけないこともあったりとか、そんな感じ。すごくだからこのレースにかける情熱っていうよりは今後のことを考えてたり、そんな感じのイメージですね。でもこれからどんどん良くなっていくよっていう馬なので、ここからかの勝負はまだまだこの馬のなんとか未来は明るいよという感じのカードですね。なのでタリタリフラインの方はこれからかなっていう感じはします。なんでね、このレースはどうなんだろうっていう感じですよね、皆さんがするとちゃうっていうのは ね、だからそうだな、ちょっとこのレースに合わせられてるのかなっていうのがちょっと課題があるような、何かしら課題が残るような感じかなっていうのがあります。はい、ではそんな感じです。9番は、はい、10番シリウスコルト、鞍上は三浦コースにジョッキーで、前走はこちらなんて読むんだ、なんでしょう、字がどんな字でしょう、不要ステークス、あ、不要ステークス、あるある、不要っていう方があります、1着でした、はい、はい、不要ってありますね、はいはいはい、なので不要ステークスで1着、うん、はい、これは何だっけ、シルスコルト、あ、シリウスコルト、すごいね、シルスか。ちなみに過去にですね、はい、アスコリピチェーノに5着でした。なるほど、なるほど、対しては
イマジンのカードですね。ちょっと不思議ちゃん、この馬は男の子かな、うん、だよね。ちょっとね、不思議くんです。ちょっとね、つかみどころがない馬っていう感じ。どっちかというとすごく何を考えてるかわからないような、すごく不思議な破天荒な感じの馬ですね。感情が、ただ元気はあるようなので、ただね、集中力がこの馬には少し欠けてる気がしますね。そこが心配な点。なんかジョッキとの支えが大事かなっていうのもありますねっていう感じです。ジョッキは三浦康生くんなのね、はい、っていう感じです。ちょっとなんか面白い馬ですね、この馬。すごく面白い、なんか不思議な感じ。なんか何かやるかしと飛んだなカードがいます。うわ、すごい、なんかカードがいっぱい飛んできたんです。一回ちょっと開きますね。なんかね、この馬ってか、なんかすごく不思議な力を持ってるかもっていう感じの馬です。やばいね、なんかね、ね、なんかね、悪口言うなと思ったのかもね、この馬。悪口じゃないでしょ、シリウスくん。あのね、不思議な感情を持った馬なんです。とっても不思議くんなの。なんかどっちかと私っぽい感じかな、中身が。すごい不思議ちゃんじゃないけどな、何考えてるか分かんないような、そんな感じ。うわー、でもすごいね、プレゼントっていうね、プレゼントというカードが出てきました。これはまたね、あの三浦康生さんの方もどういう風に乗ってくるんだろうって感じ。なんかかき回しそう、すごく。これ不思議な馬と不思議なジョッキの感情が出てきましたね。とってもなんかある意味愛想で合わない。まあそうだね、怖いね。そう、どんなレースになるんだろう。でも会った時に怖いな。そうだね、ちょっとね、どんな動きするかわからないから、ちょっとこれはね、見守った方がいいかなって感じ。のりちゃん、そうですね、なんかすごいですよ。もう荒々しいんだけど、なんか台風の目になる感じ。そんな感じ。だから構成さん自体のなんか中身も今まだ決めてない感じ。まだその時で行こうかなみたいな、そんな感じかな。あ、でもイエスのカードですよ、皆さん。びっくり。ここでイエスのカードが出てるということは、そうですね、面白いのかな。捉えてもいいね、うん、そうですね、本当面白いですね。今9番人気だ、微妙なところなんで、ね、しかもね、うん、でもなんかね、このね、あの馬は何だろう、ハッピーサプライズじゃないけど、何か面白いことを起こしてくれそうな感じ、うん、だからなんか面白いレースにしたいなとか、面白いもの買いたいなとか思うんだったらいいかなっていうのがありますね。とっても四季くんですね。ただ勝負の方はこの馬持ち合わせてるみたいなので、だいぶってことはいいよ、いいいい、そうですね、不思議ということ。だからなんか何かイマジンなのでね、何かイマジネーションを使って何かしてくれるような、マジックマンですね。これがキーになるような、もしかしたらすごく激走するかもしれないけど、すごく面白くて消えちゃうかもしれないしという感じが否めないですが、はい、なんかミラクルな馬ですっていう感じですね。なので、でも勝負は持ってますよという感じです。はい、そんな感じです。で、11番湘南ラプンタ、鞍上鮫島勝馬ジョッキーで、前走トースポ2歳ステークスで4着でした。はい、これもね、面白い名前ですね。でもこれも人気のある馬ですよね。湘南ラプンタってなんか可愛くない？確かこのね、名前すごい可愛いなって、うん、ラプンタっていうのはすごい可愛いよね。なんかいいなってすごい思うんですけど、湘南ラプンタくん、男の子だよね。そうですね。わあ、でもファミリーカルチャーのカードが出てます。ちょっとね、なんだろう、意外と名前の割には真面目な馬、すごくなんかちょっとふざけたような可愛らしい名前なんだけどね。でもね、馬自体はすごく真面目で、すごい堅物、なんかもうレースたるものはじゃないけど、うちのなんだけど家系じゃない、家訓とか、そう、うちのなんだっけ、家柄はこうなんだから、あの ね血統はこうだからみたいな、そんなことにがんじがらめになってるようなイメージがあって、自由さがなさすぎますねっていうのが、ちょっとっていう感じですね。もうちょっと自由でもいいのにななんて思いますけど、なんか真面目なんでしょうね、きっと。すごく真面目なので、そんな感じです。あとサミ君がどんな感じで乗ってくるか、はい、ね、うん、フォーギブのカードが出てますね。でもとってもいいですよ、あの鮫島くんの方はね。すごくなんか激しい心と冷静に乗らなきゃという心、大人だね、結構大人になったねって感じ。もう鮫島くんの心の中はすごくレースに分かってんなって感じ。すごく落ち着きを出しておかなきゃダメだなって、でも心の中では煮えたぎぐってるような、どうしても欲しいよっていうのが出てます、すごくっていう感じですね。ただ馬もね、ちょっと元気ないんですけど、真面目っていうのがだけなんで、まあ、うん、悪くはないですね。トラストのカードですね。トラストなので、
どうなんでしょうね、これはこういうのはね、うん、どうですかね、トラストのカードなので、そうだ、何かやらかしてくれそうな感じもしないでもないですね、こういうカードは、ね、怖い、そうですね、怖い人ですよね。なので、ただ和の方がもうちょっと元気だったらいいなっていうのが出てますね、思いもない、ね、ちょっと何かが足りないような感じですね。信頼はしてよっていうカードなんですけど、このカード自体はね、ただね、信頼はするよって、だけどどうなのって感じがすると、レースのこの、なんだろう、勝負は持ってます、意外と持ってるね。だけど馬の方がちょっと元気ないなと、もうちょっと自由に来てほしいかなっていうのがありますね。もうちょっと肩の力抜いた方がいいかなっていうのが、ちょっと、なんだろう、湘南ラップで人気なんだよね、でもね、だけどちょっとなんかもうちょっと勢いのある方がいいかなって。だからもう鮫島くんがどういう風にできるようになってくるからね、これは。そう、今までの鮫島くんの力を全集中でジャスティンパレス乗ったようにね、なんだろう、強気で頑張ってほしいかなっていうのがありますね。馬を引っ張っていってほしいかなっていうのが、はい。でもまあ勝負の方はまあまああるから悪くはない。だからまあ1着っていうのは難しいかもしれないけど、3着ぐらいとか掲示板内だったらまあね、可能性はありますねという感じです。はい、はい、12番ディスペランツァ、ディスペランツァ、はい、で鞍上はルーク・モリス騎手で、前走京都2歳ステークスで、6着です。ディスペランツすごい名前。ちなみに母がルパン2ということですごい名前、まあ、知られているので言うと、ファントムシーフの、ファントムシーフか、すごいね、ディスペランツァ、名前すごいね。で父ルーラシップ、あ、でもこれいいですよ、馬はグランドペアレントのカードが出てきました。調子はいいという出てますよ、とっても調子がいい、なので悪くないですね。後半では馬の調子一番いいかな、もしかして。そう、そうだね、ね、なんかちょっと続いてたけどガタガタしたのが、でもすごく馬の調子は良さそうですね。このね、あの馬のカードどっちかと年配の馬が出てくるというカードなので、若いからすごくなんか勝負心を、なんつうかな、そのレースを知った馬、うん、なんかね、本当になんか騎乗とか、勝負のために生まれてきたような馬っていうかね、レースのために生まれてきたような馬ですね。これ意外といいですよ、馬は。ディスペランザ、はい。しかもジョイのカードが出てます、モリスさんの方は。すごく温かく楽しんで、もう記憶に残したい自分の中のっていうようなあのカードが出てます。モリスさんも今年これあれなのかな、最後のレースなのかな、かも、もしかしたらね、日本でね、そんな感じですね。なんかね、あの今年を楽しんで1年を終えられるというようなイメージのカードが出てますね。なので馬もいいしね、ジョッキーもいいですよ、これすごく、うん、なので、でも3番何番人気だ、15番人気なんだ。これはちょっと思ったより低いです ね、思ったよりね、うん、なんかそんな感じがします。ディスペランツが名前悪いんですけどね、なんかあれに、あのレスラーにそうな感じあー、心配ないよという、あの心配する必要はないよというカードですよ。だから悪くないですよ、この馬。よく見るとっていうか、見るとね、勝負もね、すごくいい勝負かって言ったら、まあそんなに悪くない、悪くもないし良くもないんだけど、でも悪くはない、心配しないねってことですし、何もないよ心配することはという勝負を持ってます。そしてジョッキーの方、すごくいいカードが出てる、楽しんで乗りますよって最後に申しね、今年の締めくくりとして楽しんでいきたいというのが出てます。日本での思い出かなって。それでいてね、馬の方の調子もいいんですよ、これディスペランサー意外と。なのでね、すごく意外とこういう馬もなんか穴的には面白いかなと思いますね。はい、そんな感じです、悪くはないです。はい、はい、13番レガレイラ、鞍上はクリストフルメイジョッキーで、前走はアイビーステークスで3着でした。はい、これはレガレイラか。ちなみに、藤田奈々子騎手のと、レガレイラは、牝馬です。あー、女の子なのか。それ以外は全員オス馬です。レガライア、この前もね、皆さん頑張ってましたからね、ね、すごくいい騎乗でびっくりしましたよね、皆さんね。しかも見ました、インスタ、皆さん、あのルメのインスタね、話題になってます ね、アーモンドアイとイクイノックスのことをやってますね。すごく良かったね。フォーギブのカードですね。ちょっと馬が元気ないのは気になる。ただなんだろう、蒸気との相性がものすごく大事になってくる馬なんですよ、これね。蒸気に頼りたいっていう意味もあるので、
だそれを思ったらね、ルメールさんなら絶対的に頼れそうなのでよかったですね、この場で。しかも、今まで、ね、2000走っていまして、うん、2000ともルメちゃんでした。あ、だからかな、なんかね、もうルメに頼りたい、ルメに任せたよって感じ、私はついていくよって、そんな感じ面白いおばさんだね、でかないなってね。女の子だよね、うん、あ、女の子っぽい、そんな感じ、可愛らしい感じ、ちょっとなんかね、声をかけてあげたくなるような女の子。あー、ヒアードのカードですね、すごくいい、波しぶきも立ってるし、これはいいですよ、日も当たってるし、体当たりしてきますね、このレースも。うわ、これいいですね、やっぱりルメさんいいなと思いますね、このカード見る感じでも。すごくなんかね、やっぱり強い中にもあったかい愛情もあって、光がさずね、あの、なんだろう、注がれてる感じがありますね。あー、でもレッドゴーのカードか、うーん、ちょっとな、手放しなさいだっけ、レッドゴーは、うん、なんかね、そういうのが、あー、どうなんだろう、今ネガライア3番人気なんだよね。そうです、だよね、なんでだろうかな、距離延長だから。あー、ちょっともう少し逆になった方だったら分かんなかったんだろうけど、うーん、そうだな、勝負の方がちょっと欠けてるかなっていうのと、やっぱり馬が少し元気ないかなっていうのがあるかな。だからもう本当ルメールさんが引っ張っていくようなレースでしょうね、間違いなく。馬なりじゃなくても全然ルメールさんに任せたっていう感じ、うん、レース的には。でも、もしかしたら一着は厳しいかもね、ルガライラっていう感じのカードが出ております。なので 2,3 着ぐらいかな、やっぱりあって、うん、うーんっていうのがありますね。だからもうこれ一等で買おうと思わない方がいいかなと思いますけど、あの頭をね、一定固定とかにしない、一等固定とかにしなければいいんじゃないかなっていうのは、副賞程度なら、そうですねと思います。はい、そんな感じで出ております。はい、14番フォルトバージ、鞍上は今村聖奈ジョッキーで、前走がはい、何でしょうか前走がですね、はい、ハギステークス、はい、で5着です。はい、なんか結構難しい人多いもんね、2歳戦とか多いよね、多い多い、なんかその土地土地によってさ、地方の土地によっても随分なんかね、あるよね、なあの、ま、あのなんかお花がね、有名なお花のレースとかがあるじゃないですか、土地のレースとか、うん、だから難しい。これなんだっけ、もう一回名前なんだっけ、フォルトバージです、フォルトバージ、あ、フォルトバージ、面白い名前、もう馬名前覚えられなくなっちゃった、どうしよう、いっぱいすぎて。あー、チームワークのカードですね、もう全然悪くはないですけど、これもちょっとなんだろう、少しナーバス気味っていうかね、少しなんかジョッキーに頼りたいというような心が強い馬ですね、どっちかっていうと。なんかすごく可愛らしい感じの男の子ですね、この子ね。なので、もうセナちゃん任せたよっていうような感じ、うん、セナちゃん引っ張ってっていうような、そんな感じですね。セナちゃんはこれ乗ってたの、ケマは乗ってましたね。あ、じゃあ、ね、じゃあチームワークありますね。金3走は負けてるんですけど、その時は乗っていなくて、4走前は乗ってて勝ったって感じで。あー、そうなんだ。あー、でもね、ビギーのカードが出てますね。セナちゃんの方がちょっとカタカタしてますね、道が遠くてカタカタしてるし、馬の方がちょっと自信がなさそう、そこがちょっと気になる点かなっていうのが、うーんっていうのがありますね。なんか馬がもうちょっと自信がないのかなっていうのがありますね。あ、イヤーフロームナウですね。やっぱ今から1年というカードが出てます。ちょっと勝負の方も遠いかな。なんかあのセナちゃん自体も自信がなさそう、少し心になんかね、自信がなくて、どういう風に進んでいいかは少しわからないって言ったような瞑想時期に入ってるのかなっていうのが彼女の心の中ですね、今。なので、来年どういう風になるんだろうっていう心配もあるような、そんな感じの心の中にいますね。なので、ね、ぜひね、セナちゃんの運勢を私は見てあげたいので、セナちゃん、もしあれだったら連絡ください。という感じなんですけど、ちょっとね、自信がなくなってきてる。そこが心配かなっていうのが、もうこれだっていうレース心が持ってないっていう感じですね。なので、だと馬もちょっと自信がなくて同じような感じかな。ちょっと自分一頭で出るっていうよりは、あの、分け分けし合ってやっていこうよっていうような感じなので、ちょっときついかなって今回のレースでは思います。はい。はい。15番、ウィン・マクシマム。鞍上は松岡正美ジョッキーで、前走は未勝利戦で1着です。はい。
これウィン系ですね。ちなみに期待の父は北さんブラックさんです。はい、そっか、北さんか。なんかね、松岡さんも忙しそうだね、なんかね、いつも思うけどね。とてもなんか魅力的な感じの人ね、いろんなことやってて、まあ、これいいですよ、Believe in yourselfのカードですよ。とってもいい、虹も出てるし、飛び立ってるし、馬がすごくいい。今ウィン・ミックムーンとマキシマムだけ、この馬の状態はとてもいいですね。このレースにもぴったりだし、躍動感もあって絶好調って感じ、元気いっぱい、すごくいいですよ。松岡さんの方見てきますね。これは病院行ってましたけどね、定期検査とかなのかな、うん、ね、怪我したところのね、言ってましたね。あー、バランスのカードが出てきました。すごくバランスがいいですね。なんかね、心も体もすごくあのバランスよく乗ってくる感じ、うん、私とてもね、均衡が取れてる。なんか中身とこのなんだろう、馬の騎乗とだから、ね、要するに生活面も安定してるってこと、心が安定してる、とてもとかもいいと思いますよ。すごく馬もいいしね、バランスがいいですね、この馬は。はい、だし勝負運があればって感じですね。あとはね、勝負運の方がどういう風になるか。ウィン・マキシマン、ビー・アセアーティブのカードですよ。これいいですよ。どん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 良くなっていくよっていう、もっと主張しなさいというカードです。だからもっとグイグイ来なさいっていうようなカードなんですけどね、馬も見て分かる通りね、すごくいい状態にいる。もう飛び跳ねてますよ、飛んでますからね、虹が出てて、でその上にジョッキーは安定してるんですよ。すごく安定してるから、安定した騎乗になりますよって、心も体も安定中なので、あの勝負も持ってますよっていうカードなのでね、この馬はちょっと後半ではいい方ですね、割とね、うん、はい、なのでいいと思いますよ。ウィン・マキシマムはいいと思います。7番人気か、ちょっとね、いいですね、このままのオチで行ってほしいかなっていうふうに思いますけど、はい、そんな感じです。はい、16番センチュリーボンド、鞍上は滝豊騎士で、前走が、これ大菊賞って読むのかな、ね、こう、キジク、キジク、キジク賞、すごいな、黄色に菊の賞、はいはいはい、わかりますわかります。で、うん、1着でした。はい、センチュリーボンドか、これを勝てば滝豊騎士がね、はい、全制覇という。これディープボンドとかと同じ類じゃない？これは父絆、母方の父は、ヘニー・ヒューズという。これね、ディスサイドのカードが出てきてます。これね、雨降ったら本当はいいですよ。馬場が荒れてる方がいい。どっちかっていうと馬に後ろのね、風水が馬の上にあの散ってるので、でもね、決心がついたよって言って腰下ろしてるんですけど。ね、すごくなんだろう、このレースを待ちわびて、もう安定しててもう待ちわびてるよって、もう焦りも一つもないしっていう感じですね。もうなんかあの落ち着いちゃってるって感じ、どっちかっていうとすごくいい状態にあると思いますよ。いいと思いますね。なんかタケさんがぬるまっぽい感じ。あ、ね、タケさんこの前本当ですよね、いい髪騎乗してましたからね。グラティトゥードのカードが出てます。タケさんがこれはねっていう感じですね。これね、虹のカードが出てるんですよ。もうね、合格とかなんか卒業とかじゃないけどさ、すごくいいカード、卒業なんてみんなびっくりしたね、そういうカードの意味なんですけどね、すごくそのぐらいなんか、なんだろう、なんか今までねコツコツやってきた1年のことが全部出てるんです、この方に降り注いでる感じ。今幸せが降り注いでる感じかな。なのでとってもいい状況にいますね。馬もいいしね、決心ついたという馬のカードといいね、これはちょっと、うーん、いいですね、すごくいいよ。なので面白いわ。あー、でもノットズライトタイムか勝負の方が今じゃないよというカードです。ちょっとなー、わ、これね、これで勝負よかったら一着あるんじゃないって言えるんですけど、ちょっとこのレースじゃないよっていう感じなので、もしかしたらね、センチュリーボンドはね、まあもちろん今後良くなっていくし、1着はもしかしたらきついかも、でも3着なら絶対あるかもしれないので、これはね、消しちゃダメっていう感じがする。あの、なんとか買いたい方はこれ入れといた方がいいかななんて私なんかは思いますけど、でもね、とにかく竹さんが今いい、うん、状態がすごくいいですね。乗ってる、やっぱこの前先週有馬記念取ったので、なんか自信が出たっていうか、また一段との道が出てますよ。なので、うん、そんな感じですね。はい、ジョッキ買いしたい方はぜひって感じですね。はい、そんな感じです。はい、17番サンライズアース、鞍上はミルコデムーヨ騎手で、前走は新馬戦で1着です。
なんかいっぱいあって長いなと思ってますよね、皆さんも。こちらはね、なんとですね、前走の馬体重が538キロっていう、はい、でっかいんだよね、これ。そうそうです、やっぱり大型馬ですね。ダートでも使えるんじゃないかっていう。はぁ、まあ、歯型の父がマンハッタンカフェという、はぁ、血統ですね。ペッツのカードですよ。でもその割にはなんか結構可愛らしいカードが出てますけどあの心の中は可愛らしい。いやー、なんかすごく男の子だけど、なんかね、なんか冒険心のいっぱい持った男の子です。可愛い男の子で、ね、これはね、長期との相性がものすごい大事、この馬も。だけどすごくなんかいいですね、可愛らしい感じだな。でかいけど心は結構可愛らしい感じ。みるこさんもね、この前も園田で紙記事をしてましたから ね。ビロンギングのカードですね。ちょっとね、ちょっと気になる点で言うと、2枚ともね、すごく道に迷ってる感じなのね。だからもしかしたらちょっときついのかな。なんか一つの迷いが後取りになりそうな感じ。だからちょっとなんか、なんだろう、もうなんだろう、思った通りのレース運びにできればいいけど、ちょっと迷いがあったり、少し何か躊躇しちゃうと、もうタイミング逃しちゃってっていう感じのレースになりそうですね。ちょっとなんか道のりがぐちゃぐちゃっとしてますね。両方とも道がなんか何個かに分かれてるので、少し遠いかなっていう感じもしないでもないです。そうですね、止められないという、やめられないというカードが出てますね。だから結構あれかな、思ったレースにはちょっと行きにくいという勝負ですね。なのでちょっと難しいレースになりそう、この馬にとっては、うん、何か課題が見つけるようなレースになるかもしれないですね、という感じです。ちょっとなんかっていう感じですね。道がなんか何個か見えるので、ちょっとね、遠いかな、ゴールまでっていう感じですね。なんで1着はこれはちょっと厳しい可能性はあるかもしれない、カードから言うと。はい、そんな感じです。はい、18番ミスター GT、 鞍上は坂井流星ジョッキーで、前走は新馬戦で1着です。はいはいはい、ミスターまた外枠ですね。ね、流星くん多いな今年、外枠多いよ ね。父はドラメンテということで、あ、本当かーっていう感じなんですけど、プラクティスのカードが出てます。なんだろう、まだなんか、なんだ、やるに残したことがじゃないけどさ、研究途中っていうか、まだ練習途中っていうか、まだね、課題がいっぱい残ってるよっていうまでですね、その練習途中にちょっと出てくるよって。しかもちょっとね、カードから言うと、カードの今そんな感じなんですけど、このカードから言うとね、少しなんか、なんだ、チャカチャカしてるじゃないけど、集中がなさそう、少し大丈夫かな。あ、でもブリスのカードが出てますね、ジョッキの方は。これすごくいいカードなんですよ。躍動感あって、やる気に満ちた、すごくいい勝負をしてくれるという気持ちでいますね。流星君の方は思ったよりすごくいい、なんかやる気に満ちてて安定中、なんか今日すごい元気ですね。やっぱり2歳のカードっていうのもあるのかなね、そんな感じですね、うん、すごく飛び出してくるんですよ。なので勝負最後いきます。ビッグハッピーチェンジーズのカードが出てますよ。でも大きな幸せに変わっていくよというカードが出てます、最後のこのレース。なのでミスター GT だね、面白い名前やなしかもミスター GT 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 面白い、母がリッスンということでまだまだこのね、あの馬としてはね、ちょっとね、元気いっぱいすぎるかなっていうのはあるけど、でもまあ流星くんがどういう風に乗るのかなっていう感じがちょっとしますね。ただ躍動感があってすごくいいレースを運びをしそうな感じ。そして勝負的にはね、大きな幸せに変わるよって言ってるので、これね、悪くはないですね。だからどのぐらい制御できるか、で流星くんが、なんだろう、なんか馬をきちっとリードができるかっていうのにかかってるかな、うん、だから馬に連れられていっちゃうと、この前みたいになんだろう、なるような感じにならなきゃいいなっていうのと、最後っていう感じですね、うん、すごく元気みたい、この馬でも間違いなくすごく元気なのよ。だからそこに流星君がどうやって乗ってこれるかっていうのを、ちゃんと研究熱心な、でも流星君だからこそね、あのいいと思います。ただね、あのね、の勝負の方を持ってるということが分かったらね、ビッグ大きいね、大きな幸せに変わる時が来てるよっていうカードなので、とてもいい状況にいると思います。はい、そんな感じで18とブワーッとやってきました。後半は9から18までですね、はい、はい、やっていきましたけど、
はい、どうでしたでしょうか。ね、ね、ブル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 しゃべる、結構疲れます、はい、なんですけど、一生懸命頑張ってやってきました。はい、なので、ここで一回止めてですね、どの馬が良かったかっていうのをね、まとめたいと思います。はい、ということでですね、総括の方をやっていきたいと思います。はい、まず、後半の馬騎手、勝負運が良かったものはですね、うん、はい、まあ、前編では、1から8の、まあ、開けておりますのでそちらを見てください、はい、で後編ではですね10番、馬がですね10番12番13番14番15番16番17番となっております、はい、で騎手が良かったのがですね、はい、10番11番12番13番15番16番18番で勝負運ですは、勝負運ではですね、はい、10番、11番、12番、15番、18番です。はい、少々お待ちください。ピンポン鳴りましたんでね、ごめんなさいね、一回止めます。はい、ということで今年も最後の競馬占いにもなりました。え、なんだろうね、ポロッとね、ピンポンっていうかアラームじゃない、なんだろう、チャイムが鳴るんです、うちって。なんでしょうね、別にね、それに合わせてやってるわけじゃないんですけどもね、でもなんか鳴ったらいいことあるのかなってちょっと思うようになってきたわ。はい、なので、はい、そんな感じで続きいきたいと思います。はい、ということで、で、最終的な総括ではですね、はい、ここからですよ、皆さん、はい、はい、ね、はい、今回からはちょっと変えてですね、はい、ね、これもう良かったものだけをあります、はい、逆に言っちゃったら、前回みたいに、はい、はい、ということで総括では、2番、3番、5番、6番、10番、12番、15番と面白いということでですね、はい、ね、入れてみてはいかがでしょうかということで、はい、1番が面白かったです、はい、こちらがですね、馬と勝負運が持ち合わせておりました、はい、その馬がですね、コンバデカーブースです。はい、コンバデカーブース、はい、でまあ、場面で言っていくと2番はベロキラプトル、はい、で3番アンモシエラ、はい、で5番サンライズジパング、はい、で6番シンエンペラー、はい、で10番シリウスコルト、はい、で12番ディスペランツァ、ちょっと言いにくいです、はい、すみません、はい、で15番ウィンマクシマムということで、はい、はい、ね、結構面白く絞れたんじゃないかな、ね、外枠になったらちょっと急に減ったなっていう、そうですね、イメージはありますね。なんかね、ほんとね、ただね、自分たちだけで拾えてない場合もありますので、まあね、タロットじゃなくてカード、このオラクルカードの方を見てね、自分はこれいいと思うんだけどっていうものが、まあ、よかったらね、思ったらそれを買うっていうのはあると思うので、ね、ぜひね、そんな感じで利用して、ね、いただけたらいいなというふうに思います。私たちもね、一生懸命拾おうとしてるんですけど、なんせね、生で撮って生でこれを上げてるもので割とね、うん、なので拾えてなかったりする時がたまにあります。なので自分で目で見て自分はこれでいこうと思うのが一番正しい見解だと思いますので、ぜひね、そんな感じでやっていただけたらというふうに思います。ぜひね、パート1でも言ったんですけどもね、チャンネル登録をして、ぜひね、これからも見ていただけることをね、期待しておりますので、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、見たよ、よかったよっていうね、私の見てくれてそこ寝るんだっていうね、チェックにもなりますので、ぜひね、グッドボタンの方よろしくお願いいたしますね。ますます頑張っていこうというふうに思っておりますので、今年はね、競馬占いの方はこれでね、終わりになってしまうんですけど、来年からもまたね、気を引き締めて、まだね、1年経ってないんですよ、実は競馬占いを始めて、ね、なのでね、まだね、1年を迎えられるように、まず無事に、はい、頑張っていこうと思います。新年はいつからになるのかな、ちょっと私も分からないので、1週目の本当だったら何日でしたね、土曜日からなんですけど、はいはい、ちょっとね、もしかすると、まあ、1週目はお休みの可能性がありますので、そうですね、はい、なのでまあちょっと連絡します、はい、連絡するので、そうですね、コミュニティの方で書いていきたいと思いますので、ぜひね、なんかね、登録の方よろしくお願いします。時々ね、私たちね、こういう風にします、ああいう風にしますっていうのをね、させていただいているので、そのね、連絡事項もね、報告、連絡報告もできるので、ぜひね、登録の方よろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか、ね、一言なんかありますか。まあ抱負の動画を出せたら
いいかなって、あの振り返りとか、そうですね、 YouTube としてはねまだね出していこうと思っておりますのでね、この競馬占いだけ今回でこれで今年はありがとうございましたということで締めていこうかなというふうに思います、まあね、そうですね、なかなか全部当てるのは、はい、ただね皆さんからね温かいなんだろうメッセージをいただいたりね、グッドマークは本当に、ね、ありがたくいただいております。あとねたくさんの方が見てくださって思ってる以上にね見てくださってて、チャンネル登録者数もすごく増えたので、すごく私はね一人一人に感謝の気持ちをねここで表したいと思います。本当にねありがとうございました。いつも支えられていてね、なんかね顔は見えないですけど温かい気持ちを受け取っておりますので、ぜひねこれからもよろしくお願いいたします。頑張ってきます。はい、はい、ということで、はい、じゃあしますね、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いいたします。ではまたしましょう。 See you again. バイバイ、またね。